自走話の話にも一応つながるのはつながりますけど、まあ一応でもね、著書に全部書いてあるはずなんですけどね。僕の著書を全部読んで、特にあのエピローグと、なんだっけ、プロローグとエピローグ読んでれば、一応そこに全部書いてあるんですけど、僕基本的にまだ人間不信の人間なので、はい、人間を信用することは基本的にありません。はい、誰も信用することないと。みんな人間は基本的に嘘つきであるっていう風なことを前提にして、その観念と考え方を元にして生きてますので、だから誰かに期待するということも基本的にまずないので、だから裏切られるっていう感覚とか気持ちもまずない。うん、それがまず自分にとって、なんていうかね、多分精神安定には役立ってるんでしょうね。もう自分にとってはね。はい、だって誰かが何か言って、それで協力を仰いできたり、協力をこっちがしたところで、それで変になんか、まあ、裏切るっていう言い方じゃないけれども、変に転倒したりなんだりしたところで、別に人間ってもともとそうだもんって思ってるから、全然こっちは傷つかないし、何もなんか、食ったりも何もしないっていう、そういう風な考え方はもちろんあります。で、もっと言えば、さっきのメンタルヘルスの話で言えば、一切のそういう小さいことを目的とか目標にしたりとか、立てたりとかしてないということでしょうね。はい、要するに、自分の中にあるその大きな目的っていうのが何かって言った時に、まあ僕は、まあ、無宗教っちゃ無宗教ですけど、まあ、アニミズム的な人間が考えの持ち主だから、いや、まあ、地球第一みたいな、そういう感じで考えて、人間は別にみんな滅んでも死んでもいいみたいな、そういう考え方を根底にしてね、一応今のこともやってるし、まあ、もう一つはだから、この子供とか次世代の、そっちを優先みたいな、老人はさっさと死ねみたいな、そういうふうな考えで本当にやってますから。だから自分も老人だったら別に無理に長生きしようと思わないし、さっさとちょっとずつ衰えていってさっさと死のうみたいな、そういう考え方で一応やってるのはやってるので、その目的に対して何つうかな、弊害がどれだけあろうがなかろうが別に何にも感じない。はい、自分がそこに対して、自分がそこに向かってるうちは、別にそれは自分では今やるべきことはやってると思うから、だからそれで他人のね、要するに、ね、人間不信だし、人間アホだと本当に思ってますから、でその人間たちがどんだけね、あれがどうだろうこうたら、あれがどうだろうこうたらって言ってきたところで、ね、自分たちの利権とね、そういう地球だとか子供とかどうでもいいと思ってるやつらが全員と遠くんでアホなこと言ってるだけだとしか思ってないので、心の底からそうとしか思ってないので、激しく攻撃されたり吊るし上げる、それでも全然何にも気になりませんから、全く気にならないですね。はい、でもっと言えば、だからそれはもうずっと何千件もや、何万人も何十万人も確かにやられてきたから慣れたっていう面もあると思いますよ。はい、一応僕自身は活動しだしたのは7年前ぐらいなんですけど、まあ活動みたいなことで言ったらもっと長くやってる人もいると思います。ただね、僕ほど叩かれた人はなかなかいないんじゃないかなと思ってます。はい、今なんか特にそうですけど、昔なんかも精神系の分野っていうのは特に叩かれやすいんですよ。精神系で精神医学とか精神病院とかダメだって言って、何言ったんじゃお前みたいな感じで、親とかね、患者にも叩かれたりしますから、で製薬会社も叩かれるし、医師会でも叩かれるし、もうあらゆる方面から叩かれますから、それでもう、まあ、慣れたっていう面もあると思いますけど、実際はね、なんていうんですかね、さっき言ったような自分の中での強いコンセプトっていうか目的がありますから、それにのっとって進んでる部分においては、だから誰が何を言おうと全然何も気にならないしっていうのはあるのはありますね。でもう一つは、だからそういう構造を自分で知る、勉強して知るっていうことですね。その妨害したりとか、要するに悪口を言ってる人間っていうのはちゃんと理由があってそういうことを言ってるわけです。そこにはちゃんとしたそのシステム上の構図があったり、利権上の構図があるわけで、そうするとこいつらはこういう意図を持ってやってるんだっていうことが自分で見抜ければ、はっきりと気にならなくなりますね。当たり前じゃんこいつらみたいな。だってお金儲けのためにこうやって俺のことをあれするんだから、別にそんなの当たり前じゃないみたいな。こいつらを潰すか潰されるか、戦争みたいなもんだなと思ってるので、だからそれに対してやられてるから、あ、俺ってダメなのかもみたいな、そういう感覚を持つっていうことはないですね。うん、ある意味情報戦争だと自分の中でも位置づけてやってるので、まあそれはね、分かりません。僕も肉食系だから闘争心の表れなのかもしれませんけど、まあ、それでは皆さんが真似する必要はないと思うんですね。僕は僕のこういうキャラでやってるし、ね、女性がみんな僕みたいに肉食だとそれちょっと怖いですね。はい、だそうじゃなくてもいい人もいるし、女性でももっとね、最近女性の方が肉食だなと思いながら社会見てますので、それはそれでいいと思うんです。はい、でそういう人はそういう人でいいと思うし、自分の性格に合わせながら、そういう人の意見しか聞かない人もまたいますから、
僕みたいな肉食系の人の意見がいいとかね、そういう人だからやっぱショックを与えられてそれで聞くっていう人もいれば、やっぱりその後にあの人の意見は合わないのよねって言ってね言われて、それで、ね、でもそうなのよみたいな話でね寄ってきた人がまともなこと言うと、そうそうそうみたいな、同じこと言ってるのにそうそうそうみたいなねこと言う場合もね、人間ってのはよくありますから、でやっぱ自分のキャラ考えてやってもらえばいいと思うし、ね、あんまり周りに言われるのがあれだと思うんだったら、そういうキャラじゃないようにすればいいとは思うんですけど、やっぱりその時もね作戦は必要だと思います、はい、どうしても何かしら社会問題を扱おうと思ったら絶対敵が出るのは当たり前で、それも必ず 50% 以上の人間は敵になります。はい、大体7、8割ぐらいは敵になると思った方がいいぐらいだと思いますけど、その時もだから自分一人でやろうとはしないで、そういう人間たち、逆の人間たちを集めたりとか、法的なものをうまく使うのもいいでしょうし、そうじゃなくてグループ化をうまく使うのもいいでしょうし、市民団体みたいな看板掲げるのもいいかもしれないし、いろいろやり方はあると思いますけど、そういうふうな ある意味市民運動っていうものにもやっぱり原点とかね、やり方がいくつかありますので、そういうものの中で、何かしら行動したり活動したりするっていうのはコツとしては非常に大事なことだと思いますね。それはそれで自分の何ですか、メンタルヘルス上は、なんていうかね、サポートにはなるのはなると思います。はい、今までそのいろんなね、精神医療問題なんかもそうですけど、もうまずね言う人はいなかったですね今までね。はい、だから最初はそうですけど、今最近は結構火ついてますから、あとはもう僕放置しとけばいいなぐらいに思ってます。はい、でワクチンも、精神医療の後僕ワクチンが一番ずっと言ってたんですけど、ワクチンも最近ちょっと火ついてるなと思ってるから、言う機会減りましたね。でもだからもう今年はだから児童問題だって思って一応それでやってて、去年はワクチンだったみたいな、そういう流れがありますけど、この児童問題は今年でどれぐらい火がつくか、それで火がつかなきゃ来年も続けるしかないんですけど、ついたらだって僕は当事者じゃありませんから、はい、その人たちがいかにどれだけ動けるかっていうことに最後はかかっているというふうに思ってるのは思ってますね。そしたらまた新しい、なんですか、ネタっていう言い方はできるね。そういうのを探して、でさらにみんなが扱ってないようなことを探してやっていくのがある意味楽しいんですかね、わかりませんけど、まずなんでしょうね、はい、そういうふうなところがあるのかなというふうに思いますね。でもそういうふうなことでもやるようになったっていうのは、著書に最後に書いてあるように、僕も子供が生まれたからだと思います。全てはそれだけで、あんまり大きな理由っていうのは僕の中にもないということはあるかなと思いますね。他にもね、いくつかね、本当は書いてないこともあるんですけど、それはちょっとね、あまりにも我が家の秘密的すぎるところがありますので、そこはさすがに割愛させていただきますが、そんな感じで、考えているので、自分で嫌だなとか思ったことはないと、本当にないっていうのは、お答えになりますかね。それよりはね、そうだな、嫌だなと思うのは本当にね、当事者の患者とかあと家族とかがね、やっぱりね、もう本来もうこっちは全く信じてないんですよ、本当に信じてないし、もう必ず嘘をつく、裏切るっていう言葉を使っちゃいけないんでね、っていうふうに思ってんだけど、やっぱりひっくり返るんですね、その時がやっぱり一番ね、ある意味自分としては、その日とかその1時間ぐらいはブルーになりますね。はい、精神薬どんだけ危険かって、やばい、分かりました、すごい勉強します、頑張りますって、それかも勉強したい、どんだけあれかって思って、やっぱり苦しんで病院に戻りますとか、やっぱ親がね、それで精神病院に送り返すとかね、それは僕の世界ではよくありますけど、ほんとこいつら何をしたいんだろうっていうふうに思う時があって、その時はこいつらほんとどうしようもないなっていう、心の底から思う時はありますけど、それぐらいですかね。だからその周りにね、責められたとか攻撃されたとか中傷されたとか、そういうのでは全然何も感じないんだけど、そのね、お前やっぱり人間はこうだった、人間の安部ってこうやっぱりこうだみたいなのを毎回毎日再確認するわけですけど、その時がやっぱり人間ってダメなんだなっていう、それが僕の毎日の生活ですね。それがその時が一応ブルーです。だから僕そういう記事よく書くでしょ。そういう時が一番ブルーっちゃブルーなんですね。はい、そんな感じでございます。